人に。ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日はまさに光り輝いているゲストですよ。まずは自己紹介をどうぞ。はい、皆様こんにちは、笹川雅子と申します。私はミセスジャパンインターナショナルグローバル2019年、グランプリ、そして同じくミセスインターナショナルグローバル2019年アンバサダー賞を頂戴いたしました。また今年2021年はミセスオブザイヤー新潟大会、これは初開催なんですけども、の統括プロデューサーをさせていただくことになりました。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい自己紹介で。いえいえ。そしてね、はい、本日の装いなんですけれども、ちょっと立っていただけますか。はい、画像もあるので。じゃあぜひ、ちょっと恥ずかしいですが、はい、わー、素敵な紺色ですね、濃紺のドレスですよ。そうですね、はい、そしてこれ何ですか。あ、これは、はい、ネックレスと、これはティアラですね。ティアラ、はい、させていただいてます。そしてイヤリングも素敵です。キラキラです。キラキラですよ。キラキラ女子です。お願いします。はい、笹川雅子さんなんですけれども、生まれは長岡市。そうです、ね、生まれも育ちも長岡ですね。今も長岡市。今も長岡です。そうですか。でも、うん、この結婚されたご主人がこの西関区牧野お生まれということで。あ、生まれはね、実は高田なんですけど。あ、そうなんですか。私のね、あの夫の、うん、両親が定年退職をして、はい、そしてね、この牧野町に越してきたんですよ。引っ越してこられたんですね。はい、でももうかれこれ20年以上前ですので、うん、もうあの、まあ、ボンクレっていうのは私も牧野に来ておりますので。すごい馴染みがある場所ですね。すエリア、はい、馴染みのある場所です。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。その笹川さんなんですけど、この間ね、話題のクラブハウスでちょっと一緒におしゃべりをしたんですよね。そうなんですよ。その時にびっくりして、もうインスタグラマーでもあり、インフルエンサーでもあり、はい、たくさんのフォロワーの皆さんがね、いらっしゃるんですよね。はい、ありがとうございます、うん、実はね、そう、あの今話題のクラブハウスで新潟のあれですよね、あのルーム。そうなんですよ。それでね、あの桃代さんがそうなんです、ね、一緒にそうされてらっしゃって、そこに私も入ってたんですよ。やっぱりね、まあ、こんなこと別に媚びを売るわけじゃないけども、はい、アナウンサーさんの声っていうのは、ああいう SNS でもすごくはっきり聞き取れるんですよ。あ、嬉しい。いやいや、だからね、すごくあの、あ、魅力的な方だなと思って、クラブハウスで、まあ、嬉しいです、お会いできてよかったわと思ってました、私も。はい、そして即私、オファーをして、ありがとうございます。ラジオに出ていただけませんかということでね、今日も来ていただきました。はい、嬉しいです。でなんとね、もうあの画像でわかると思うんですけれども、後ろにはあのいい友のようにねパネルをご持参で。そうです、このパネルも作られたんですね。そうですね、あの私のやっぱり応援してくださる荒木のり子さんっていう長岡の方なんですけども、がこのデータ作っていただいて、そしてあのベルナールさんでね、私8月29日に新潟大会行くんですけども、そこのベルナールさんがじゃあポスターを作ってあげようってことで、その荒木さんが作っていただいたデータを、ベルナールさんがプリントアウトしてくださったんですよ。このイベントについては後ほど詳しくお伺いしますけれども、はいはい、ちょっと気になったのが、笹川さん の, あのパネルの、ね、ドレス、あれがね、日本海のような荒波のプリントじゃないですか。ですね、これ多分北斎チックな感じなんでしょうね。北斎チックなんですね。素敵、ありがとうございます。これは私ね、思ったんですけども、あのヴィーナスってあるじゃないですか、はい、ディテ、で海の泡から生まれてるんですよね、あの美の女神が、はい、なんかそれに私インスパイアされて、でこのドレス選んだんですよ。あ、そうなんですね。どちらかというと青系が好きなんですか。今日もそうですけど、いや、たま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 ですね。たまたまだけども、やっぱり青好きですよ。うん、あの
まあ、クールなイメージもあるんです、あるんだけれどもクリーンな感じ、はい、うん、私はね実はおっちょこちょいなのでさっきもねいろいろこう取りに行かれていましたけれども、だからあのドレスぐらいはクールに表現しようと思ってます。意外でしたそのおっちょこちょいっていうのがいやそうなんですよ、ね、お恥ずかしいです。いやでもあまり完璧すぎると周りが引いてしまうので、それぐらいがいいかななんて思いますけど。そんなことはないとは思うんですけどね、はい、プロフィールをねちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、その長岡市生まれで、ずっと長岡に学生時代も、学生時代はね実は新潟大学だったんですよ。あ、そうですか。本当にじゃあすぐね、はい、西区の石川、はい、そう、に行かれてキャンパスですね、行かれて、まあ、この西区もね、うん、あの長岡と、ま、うん、あの五十嵐とちょうど通路ですよね、116からの途中で、あの川沿いの方に抜けて長岡に入りますので、うん、あのよく通りましたし、またまた主人がねこちらに今実家があるのでということで、本当にあの西館の巻っていうのは馴染みの深いところです、うんうん、あ、そうでしたか。そしてじゃあ大学出た後、はい、何にしようって思ったんですか。私実はね、うん、教育学部だったので、あら先生、小学校の教員で、それもね、はい、あの西館に馴染みがあるんですけども、今は燕市の、うん、吉田南小学校、はい、ここで初赴任をしたんです。先生だったんですか。小学校の教員だった。知らなかった。なんか綺麗すぎる先生じゃないですか。いえ、そんなこともなく、何ですか、国語。あ、小学校なので、何でも教えなきゃですね。へえ。いやー、びっくり。それはどのぐらい続いたんですか、教職は。実はね、2年だったんですよ。はい、なぜ。リュウマチがね、私発症してしまって、で、たまたま、まあ、主人とも結婚も決まってたんですけれども、やはりね、この慢性関節リュウマチって女性にすごく多い病気なんですよ。はい、あのこのラジオを、ね、聞いてらっしゃる方も、うん、あの女性の方ちょっとね自分の健康にも気をつけていただきたいんですけども、うん、実はあの女性ホルモンが関係してましてね、その、うん、いや、まあ、女性ホルモンが関係してるってことと、あと、まあ、閉経の時、その時も女性ホルモンがこう大幅に上下しますよ ね、 ですね。こういう時って発症しやすいんですよ。リュウマチってどんな症状なんですか。はい、まずね、あの手のこわばりがこう起きますね。はあ、あの朝起きても指が握れなかったりとか、はあ、あと筋力が低下したり、うん、あとまあ全身のね炎症が起こるんですよ。はあ、あの免疫の異常なんですよね。なのでね、全身のなぜかあの関節と言われるところに、そうなんですよね、自分で自分を傷つけるんですよ。という病気をちょうどね、その教職をしている時に発症してしまって、まあ、うん、まあ残念ながらって言いましょうかね、まあ、やまなくあの時は、まあ、それがきっかけで退職しちゃったんですよ。でそのまま、はい、じゃあ結婚されたんですか。結婚して、はい、でその時主人があの秋田に赴任してましたので、うん、秋田について行って、でその後また新潟に戻ってきて、はい、まあ、そこであの娘が生まれて、ええ、はい、それでまたあちこちちょっとねあの京都に行ったりあったんですけども、うん、でもまあほとんどそれ以降は新潟市内で、はい、いや娘さんがいらっしゃると思えない体の美しさでありがとうございます。どのように体質をこう改善というか、産後だって太ったりするじゃないですか。私ねこれ、ええ、実はリュウマチの方ってあの免疫の炎症が起きるので、はい、あの体がねポッポポッポ燃えてるみたいな感じなんでね、食べても食べても痩せるんですよ実は。あ、うん、そのリュウマチのあれなんですね。それでね、まあ、あの今ってリュウマチ結構昔は不治の病なんて言われてましたけど、お薬がいいものがたくさんできて、であのリュウマチはもう本当に治る病気、うん、まあ、完全には治りませんが寛解と言われる、うん、症状が安定する症状、状態まで、そこまでね持っていける病気になったんですよ。でも
そうすると今度炎症が起きなくなってくると、はい、面白いものです ね、食べたものは血となり肉となり太ってくるんですよ。そうなんですね。それでやばいと思って本当にそう思いました、はい、私やっぱりこう50ぐらいから、まあ、俗に言う女性の更年期ですよね、はい、うん、まあ、女性のその更年期症状もあって体質もねまただんだん変わっていってね、あの食べれば食べるだけあの体につくようになっていったんですよ。それはねやはりまずいということで、あのやはりスポーツジムに通って多少ね痩せるようにしました。はあ、まあ、きっかけがあったんですけどね。あ、そうなんですね、うん、やはり運動ですか。運動と食事と2つ合わせないと。そうですね、やっぱり地道ですけどこれが一番ですよね。うん、お酒は飲みませんか。あ、飲みます。飲みます、うん、飲みます。じゃあ上手に飲んでるんですねいや、あのね、まだ今冬です。冬、はい、まあ、冬、あのこういう時期はですね、まあ、ワインであったりとか、最近凝ってるのが自分でカクテルを作るんですよ。かっこいいですね。ギムレットを作って、はい、シェーカーで振るんですか。シェーカー、はい、マイシェーカーで、で、まあ、もうちょっとして陽気が良くなればやはりビールですよね。季節によって飲み分けてる状態です。でもアルコールを本当取ると太りやすいので、私はできるだけね、ちょっとこう糖質がね低いものを飲んでるんですけど、はい、そんな笹川さんなんですが、2019年ね、はい、そのコンテストに出場され、はい、グランプリを取ったっていうことですよね。これは出ようと思ったきっかけは、いや、ちょうど私これ2019年ですから今から2年前なんですよね、うん、はい、私がこのお誕生日で56になったんで、まあ、53から54にかけて、こういうちょうどやはりね、先ほどもあった女性もね変わる時期なんですよ、はい、体も変わるし、で50ぐらいになると子供もね、うん、一応安定をして、まあ、子育ても一通り終わったかな、はい、で親の介護まではもうちょっと若干時間があるかなってい うちょうどなんだろうな、人生を振り返る時期だったんですよ。で、あのたまたまね、あの友達からこんなのあるから出てみないって誘われて、いや本当に深く考えなかったですよ。あるんだったらやってみようかなっていう、うん、それでね、本当に気楽な気持ちで挑戦しましたね。はい、そうしたらグランプリっていう、すごかったですよね、うん、その衝撃というか。どうでした？なんだろうな、やはりね、コンテストってエントリーしてからレッスンとかあるんですよ。ウォーキングとかメイクもあるし、で私今長岡に住んでるじゃないですか。なんだろうな、普通のですね50代のおばさんが経験したことのない世界なんですよ。ですよね、キラキラした世界、うん、で私のね、この年代の方お分かりだと思うんですけど、昔は新幹線の前ってね、トキっていう、はい、ありました。4時間ぐらいかけて東京行ってたって、で私も子供の時ね、親戚が東京に住んでたからよく行ってたんですよ。そうするとね、大宮を過ぎたぐらいからこうネオンとかね、あの街並み、すごくね憧れがあったんですよ。で、まあそんな感じだけども、私は特に東京に住んだこともなく、まあ、新潟県内で過ごしてたんですけども、やはりこう憧れってあるんですね、キラキラしたものに憧れ。ありますよね、女性は特に、うん、ありますよ。で、だんだんこの数年、この10年、15年ぐらいですかね、ネットでそういう世界を垣間見るってことってありますよね、はい、で、多分ここ10年ぐらいですか、美魔女って言葉、はい、ありますよね。すで、なんとなくね、あ、もう40代50代っておばさんってね、もう全てが終わったっていうわけじゃないんだなっていう風潮もあったような気がするんですよ。で、田舎に住んでた私がね、やっぱりその美魔女ブーム、そしてキラキラ、そんなものをネットで見たりすると、あ、なんかね、そんなことをやってみたいなっていうのがあって、でレッスン通じてそういう世界の人たちと触れるわけですよ。はい、今までこうネットの世界だった人たちを実際お会いするようになったり、
私もそうだな、去年、あ、もう一昨年になりましたか、うん、美魔女コンテスト の、はい、あのベスト美魔女みたいな方が いらっしゃるんですけども、はい、その方とね、ちょうどランウェイでご一緒させていただくことがあったんですよ。まあ、それこそ雑誌で見てた方ですよ、あ、こんな方いらっしゃる、その方が私のそばにいると、うん、で、そういったね、キラキラが本当にこう身近にあるんだっていうことを実感できたんですよ。そういったね、プラスの面っていうのが私にはすごく大きかったです。はあ、そうなんですね。じゃあ、そんなね、笹川さんみたいな方を増やしたいっていうことで、そうです、今回、はい、新潟大会が開催になるっていうことを後半詳しくお話伺っていきたいと思います。はい、一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人。今日はミセスオブザイヤー2021新潟大会新潟統括プロデューサーでいらっしゃいます笹川雅子さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いいたします。もう前半ね、素晴らしいトークで、はい、ありがとうございます。もう私いなくてもお任せって感じですよ。いや、これはね、やっぱり引き出してもらえるからですよ。そうですか。はい、もうこれはね、桃代様のね、ありがとうございます、プロの技です。はい、そんなミセスオブザイヤー2021新潟大会が8月29日長岡ベルナールで開催ということを決定されましたね。はい、そうです。これはなぜ開催しようって思ったんですか。私ね、まず自分自身も先ほどのね、はい、お話で、グランプリをいただいてミセスコンテストっていうものに、出場させていただきました。それでね、新潟の女性ってすごくね、ポテンシャル高いんですよ。で、ご存知の方も多いんですけど、新潟って人口あたりの美容室、そのね、件数っていうのはすごく多いし、あと女性の就業率もすごく高いんですよね。それだけね、やはりまあ美にも気を使うし、うん、あと女性の意識もね、働くってことを通じて社会貢献する意識も高い方なんで、ポテンシャルの高い方がすごくね、多いんですよ。で、それがまず第一点と、あともう一つあるんですけども、コロナでね、今とても、まあ、日本中大変ですよね。特に中小企業でものすごくいい商品を持ってるけれども、なかなか売れないっていう、そんな方多いですよ。だけども、ものじゃなくて、やっぱりね、最後までね、これはそうだな、こだわり続けなきゃダメだっていうのが実は自分自身なんですよね。これは誰にも盗むこともできないし、どんな状況になってもここだけは絶対に発信し続けなきゃダメだっていうのが、私は自分自身っていうことだと思うんですよ。で、これだけね、ポテンシャルが高い女性、それと、まあ、自分自身を発信する、で、この2つを考えると、コンテストを通じてね、自分が挑戦して、で、自分の人生というものを語ってもらって、で、人生100年時代、それに向けて第一歩を、まあ、お披露目する、そんな機会にね、このコンテストを使ってもらえないかなと思ってるんですよ、実は。なるほど、素敵ですね。そういう人がね、たくさんこう誕生していただけると嬉しいですよね。はい、本当にそうです。でも、ミセスコンテストってなんかハードルが高いイメージなんですけれども、なんかこう、資格とかあるんですか。いや、私ね、私世界大会に行って分かったんですけども、ミセスコンテストっていうのは、やっぱりミスコンとは違ってね、私ぐらい、私身長160なんですけども、それより、まあ、若干低い方もいらっしゃったり、むしろね、そんなボンキュボンっていうよりも本当にふっくらとした方も堂々とアピールしてるんですよ、世界のミセスたちは。だから、容姿が本当に八頭身じゃなきゃダメとか、身長もね、175センチとか、そういうことでは私はないと思ってます。むしろ私のこのミセスオブザイヤー新潟大会においては、人生経験と、あとやりたいっていう意欲、ここが審査基準ですので、ぜひね、自分の人生を振り返るためにも、何かこう一歩を踏み出す、そんなきっかけにしてもらいたいんですよね。そうですか。
で募集要項を拝見しますと、はい、3部門あるんですか？そうですね、はい、やはりはこうミセスと言われる方と、あとはミズって言ったらいいんでしょうかね、独身の方と、でミセスの方でも1のブリリアント部門っていう部門が、20歳から42歳の、これは結婚してあるいは結婚歴のある方ですので、はい、でそういう方、はい、でやっぱりねミセスでももうちょっと上の43歳以上の女性、結婚しているまたは結婚歴のある方、ここに関しましては実は去年の沖縄大会で準グランプリが86歳の糸数千恵子さんという方が準グランプリお取りになりました。すごいですね。すごいですよ、80代で。そうです。で実はまだこれはね、確実ではないんですけども、新潟大会も糸数さん以上の年齢の方、90代の女性もトライしたいんだということで問い合わせございます。素晴らしいですね。素晴らしいですよ、本当に。いや、元気出ます。全然関係ないですよ、うん。で、3番目がゴージャスという、これ30歳以上の結婚歴のない女性、未婚の母って言われている、出産歴があってもそれは構いませんので、その3部門にわたる、ね、募集要項になっておりますので、ぜひ皆さん、いや私興味あるとかね、ちょっと出てみようかしらっていう方は、どちらから申し込めばいいですか？ミセス・オブ・ザ・イヤー のホームページございますし、あとはですね、Facebook でページでミセス・オブ・ザ・イヤー新潟大会という Facebook ページございます。あと Instagram でもミセス・オブ・ザ・イヤー新潟大会という Instagram ですね、ございますので、そこから DM いただいても構いません。あとはですね、電話番号が0708402-3647で、これはですね、新潟大会事務局の電話番号になりますので、ここからお問い合わせいただいても構いません。わかりました。大会の日は8月29日日曜日午後1時からコンテスト、アフターパーティーというのもあるんですね。そうですね、はい、3時半からということで、会場は長岡ベルナール。内容はウォーキングの審査、スピーチの審査、2つの審査があるってことですね。そうですね、ウォーキングとあとスピーチです。ウォーキングはね、私たち皆さんロゴ入りの T シャツがあるんですよ、エントリーしていただくと、はい、でそれと あとはデニムですね、デニムでウォーキングしていただいて、そしてロングドレスに着替えていただいて、そこで PR ですよね、自己 PR していただければいいかなと思ってます。はい、そこまで行くにはね、一次選考、二次選考があって、ファイナリストっていうね、はい、ファイナリストの方は、ウォーキング、メイク、スピーチなどのレッスンをしてくださる。そうですね、はい、せっかくね、こういったコンテストですから、ウォーキングって、すごくね、これから人生100年時代ですし、あと、本当に自分の足でずっと歩きたいじゃないですか、はい、で立ち姿勢とか、歩く姿。これが、ね、美しいっていうのはものすごくね、この人オーラがあるわねって言われる、ね、基本なんですよ実は。こういった機会に、ね、覚えていただくのもいいかなと思ってますし、あとメイクもコンテストのメイクって、私今日も、ね、実はつけまつげをしているんですけども、です、こういった、ね、ちょっと特殊メイクとは言わないんですけどもね、ちょっとね晴れの日のメイク、皆さんやったことないですよ。舞台映えするね、舞台映えするし、で実は写真でこれで撮ると意外に普通なんですよ。そうですよね、はい、これぐらいで写真撮ってちょうどいいぐらいですので、今 SNS 真っ盛りじゃないですか。はい、そんな感じでね、自己アピール、自己 PR にね使うのもいいかなと思ってますよ。わかりました。これね、自分で出たいっていう人もあれですし、彼女だったらいけるんじゃないっていうね、はい、他人がこう勧めるっていうのもいいですよね。推薦ありがたいです、ね、ぜひぜひお待ちしています。そしてその新潟大会の前に3月21日日曜日、青梅長岡で、はい、笹川さんの講演会があるとお聞きしましたが、はい、そうです、青梅でね、3月21日
午後2時からなんですけども、アオーレ長岡で講演会ございます。これね、人生100年時代へのヒントと題して、私自分自身のグランプリ世界大会を通じて思ったんですけども、人生100年時代っていうのは実は日本だけではないですね。世界的な潮流として長寿社会っていうのは、そっちの方向に向かってますので、だから今ね、定年して例えば60、65、そっからって言っても実はまだまだね、40年35年あるんですよ。じゃあそこをね、生きるって今ね、ロールモデルと言われてるものが実はなかなかないんですよね。それでだけどもね、気持ちをやっぱりポジティブにしていくこと、それがベースだと思ってるんです。私、人生100年時代生きるヒントの、そのね、ポジティブに生きるちょっとヒントみたいなものをね、お伝えできればいいなと思ってます。あ、もう今日ね、30分聞いただけでも楽しいお話なので、はい、この講演会も身のあるお話になりそうですね。はい、そうですね。私ね、最後にね、その講演会でも言うんですけども、実はトーマス・ギロビッチっていうコーネル大学の教授が言ってるんですよ。心理学者がね、やった後悔よりやらなかった後悔が深い、まあ、人生最後を、ね、迎える時にやっぱりそうなんですって。深いですね。深いですよね。そんな笹川さんに、はい、最後に人生を楽しむコツをズバリ、今ねお伝えしたんですけども、やはりやらなかった、人生の最後を迎える時に、ああいい人生だったなって思える、そんな生き方をねした方がいいと思うんですよ。本当人生タイミングだし、もしね、いやちょっと恥ずかしいわなんて方いらっしゃるかもしれない、でもね、一歩ちょっと踏み出してみてください。また新たな扉が開きますので、エントリーお待ちしております。よろしくお願いいたします。今日の光の仕事人は、ミセスオブザイヤー2021新潟大会の新潟統括プロデューサー、笹川雅子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。